You're listening to Shibuya Cross FM. We are Creator. 12月28日、月曜日、8時を回りました。クリエイタークロス、ファンラビングピーポー、渋谷クロスFM、サテライトスタジオからお届けいたします。MCを務めさせていただきます、田中玲香です。デザイナーの篠塚です。はい、ケンです。よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。もう28日ですよ。もういやー、年の瀬ですね。もうあと3日で終わりですけど、こちらのクリエイタークロスではなくて渋谷クロス FM 自体は今日が放送おしまいなんですよね。あ、今日最終日なんですね。はい、最終日だそうです。どうでしたかお二人。始まって5回目ですよね。そうですね。はい、栄えある5回目です。あっという間ですかね。あっという間ですね。レディーファーストでいきましょうか。今年はどうでしたか。今年はあっという間でした。そのままですが、うん、でもやっぱりこのラジオを通じてエネルギーたっぷりある皆さんとお会いできて、やっぱここに来るたびにエネルギー持ち帰ってるので、なんかそういった意味では元気もりもりな1年だったかなと。なんかゲスト、はい、ここが濃いですもんね。いや、濃いですよね。本当にだからなんか1回1回が結構忘れられないです。あれですよね。重厚感がありますね。ケンちゃんはいかがですか。ですね、だいたい年初に今年はこんな年にしたいとか、今年をこれやりたいみたいなことって僕やっぱりご多分に漏れず考えるタイプなんですけど、今年 の頭に何考えたかなってなんか忘れちゃっててですね。でも、まず大きいのが今年僕ゴルフを始めたんですよ。あ、そうなんですか。はい、ゴルフを始めた、こんなに僕の人生の中でありえなかったことを年初の抱負には列挙されていなかったっていうことだけは間違いない。列挙されてない。されてなかったんですね。はい、ということと、あとはやっぱりこのラジオですね。まさか公共の電波でこんな僕がお話をしているなんてことはもう妄想も考えていなかったんですけれども、まあビッグニュースといったらこれかもしれませんね。ケンちゃんがいて心強いです。本当にありがとうございます。まずは例年ありがとうございます。毎回そうですよね。楽しく5回やってきてるんで、いや楽しいです。僕毎回楽しみにしてますから、篠塚さんにとってはどんな1年でしたか。今年1年ね、なんか本当に何にもしないで終わった感はすごいありますけどね。もう全国的にそうですよね。いつもは本当にこうね、花が咲けば花見やる、夏は暑いから飲むとかって結構ね、宴会やってたんですけどね、それが全くできない1年でしたから、なんかこうそうなんですよね。夏も本当はお祭りもあったりして、そういうのがあって本当はむちゃくちゃ忙しい年になるはずだったんですけど、そういうのが一切なくなって、全くなんかこう暇だなと思うくらい暇でしたね。やることもなんか周りがね動かなくなって、周りが動かない、何にもしないっていうことはこういう感じなんだみたいなのを体験した感じですね。それ結果まあ面白くないなとは思いましたけどね。こういうのはなんか絶対自分は引きこもりにはなんないなと思いましたけど、マサさんに花見も誘っていただいて僕すごい楽しみにしてたんですけど ねまだねやってないですもんね。まだ やろうっていう、ご一緒させていただいてなくて、ね、やったらすごいだろうなと思ってるんですけどね。本当ですね。それが、ね、できなかったっていうのも結構残念でしたけど ね。 そうですね。来年はぜひやりたいですよね。そうですね。本当にワクチン何本持って、何本もなんいや、そうですね。花見したいがためにワクチンせっかくだから今篠坂さんにお聞きしたいんですけど、はい、このメンバーでのクリエイタークロスの1年はどうでしたか。あ、このメンバーと、はい、初めての、はい、そうですね、はいはい、いや、もうやりたくて、まあ、お誘いした2人ですから思ってた通りですね。あ、もう思ってた通り、なんかきっと楽しい放送ができるなと思ってね、お声掛けしてね、心よく了解してもらって、まあ最初のうちね何回か中止になったりとかしながらも、やっと始まってね5回目になりますけど、いよいよ毎回本当に楽しいし、ずっとこのメンバーでやっていきたいなって本当に思ってますんで、嬉しいですね。嬉しいですね。いや、ますますまだまだこれから楽しめるなって
いう感じなんで、まあ来年こそこのコロナがねなくなってもう本当制約がなかったらどうなっちゃうんだろうみたいな、うん、そうですねもう感じでなんかもっともっと面白いことができるんじゃないかね、うん、ロケとかも行ったりとかね、うん、いろいろなんか楽しいことをね、うん、考えてやりたいなと思ってますんで、うん、ぜひとも来年も楽しくやりたいと思ってます、うん、エンディング見ちゃうみたいになっちゃうこれで最終回、まだ始まったばかりですよねすいませんそうですよまだ終わりじゃないですからねこれからですこれからということでこれから楽しくお送りしていきたいなと思ってますねはい、それでは本日もゲストの方お呼びしておりますので最初の一曲ご紹介いたします。鎌田俊平でドリーミングワールド。ワールドでした。いつもここがねうまくいかないんですけど、すいません。ちょっとまた来年頑張りたいと思います。それでは私の目の前に座っていらっしゃるゲストの方をご紹介したいと思います。はい、今回のゲストは北見俊典さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは簡単にプロフィールをご紹介いたします。一般社団法人志教育プロジェクト専務理事、フェリス女学院大学の非常勤講師もされています。北見さんは大学を卒業後、横浜市で35年間中学校の先生をされていました。2017年3月、横浜市立上長屋中学校校長を定年退職、
たった3年間しか校長していないのに荒れた学校を立て直し、横浜市教育委員会より優秀教育実践校として表彰を受けられたとのことです。その活動は多岐にわたり、教育現場から日本の教育の前進に携わってこられました。現在は世界青少年志プレゼンテーション大会の実行委員長をされています。はい、いや改めて聞くと聞きたいこといっぱいですね。聞きたいこといっぱいですね。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、まあ、私とのご縁で今日お呼びしたんですけど、きっかけとなったプレゼンテーション大会についてぜひまた教えてください。はい、あの世界青少年志プレゼンテーション大会っていうのをやってこう3回やったところなんですね。で、レイカさんはあのその第1回目のファイナリストとしてそこからのお付き合いですよね。はい、いろいろありましたね。もともと世界青少年って世界ってついてるのって、もうちょっとねおこがましすぎるだろう、日本にも全部広がってないのに世界かよみたいな感じだったんですよね。でもあの世界って名前つけたらそれだったらやろうっていう人たちが、あの応援してくれて、あの今年もですね、あのニュージーランドとかからウガンダとかルワンダからあの参加者がいたり、それからスイスからもね、あの今回はオンラインだったので、完全オンラインでやったので、スイスやニュージーランドからもね参加できるようなそんな会になったんですよ。でしかもあの文部科学省とか環境省の講演もいただいて、それぞれの大臣賞もいただけるような会になってきたんですよね。1回目はそういう賞はなかったんですよね。はい、そうなんだ。そうです、そういう部分でもこう変化を見ているといいますか、だんだん進化してきてね、これは世界に広げていきたいなって思ってるんですね。いやでも中学校 の、 あのさっき僕反応してしまったんですけれども、荒れた学校を立て直すって、いや僕本当すごいことだなというふうに思っていて、あの僕の優秀教育実践校って初めて聞きました。すごいですよね。僕ももらうまでそんな賞があるの知らなかったんですよ。そんなに荒れてたんですか。どんな状態だったんですか。触れていいのかな。もちろんいい子たちもたくさんいたし、はい、あのね、あのね、一つの例で言うと、僕が行ったばっかりの時、あの1年生5クラスだったんだけど、はい、そのうち2クラスの担任の先生がちょっとメンタルで、はい、あのお休みに入っちゃうみたいな状態だったんですよね。まあ、いろんな問題があの毎日起きて大変だったんですよね。まあ、そんなような状態だったんですけれども、まあ、荒れてるって言ったらね、なんかそんな荒れてねえよっていう人もいる、いたと思うけど、でも、まあ、そんな状況はありましたね。北見先生のモットーですかね、楽しく生き生きとした学校づくりということで、あ、そうですね、今日はそれについてお話聞いていきたいと思うんですけど、僕がね教員になろうとした時、なんで教員目指したかというと、こう日本の教育変えていきたいって思ったんですよね。で僕が大学生の頃って、もうすごいあの 全国の学校で校内暴力のニュースがいつも新聞を開けるとあったっていう感じで、あのビープアップ、ビープアップ、ビープアップハイスクールね、はい、みたいなね、世代ですね、時代ですよね。あの暴走族がボンボン走り回ってたような時代だったんで、怖かった。でもあのその教育変えていかなきゃって思った。でとにかく現場で教師やってみようと思って、まあ多分一番荒れてる公立の中学校に教師になったんですよね。あの赴任した最初の日に、あの後ろからここにあの肩組まれて、よく見たらパジャマ姿のそれ卒業生だったんですよね。がその学校の中徘徊してて、パジャマで、もうお前あのしあの初任、お前そう初任の選考かって言われて、あはいみたいな、それが1日目でした。忘れられないですね。そうそうそう。で、あのでもそこから35年間あの教師やってたんだけども、あの先生になるちょっと前にね、あのレクレーションと出会うんですよね。あのゲームソングダンスとかで、あのすごくあの人間関係を良くしていく、
時間を過ごすことができるレクリエーションに出会って、うん、そのねレクリエーションを使って刑務所のね人たちにそのレクリエーション指導している滋賀大学の草川和恵さんっていう人に出会うんですよ、うん、でその人にレクリエーションで人は変わるんですかって聞いたら、うん、私は変わると思いますって言ったんですよ、はあ、でね、その一言が僕の人生を大きく変えて、うん、レクリエーションで人が変わるんだったらレクリエーションで学校も変わるんじゃないかって思ったんですよ、うん、で横浜市学校レクセミナーっていうのを作って、うん、まあ、37年、 今も活動を続けてるんですね、うん、でレクリエーションってリクリエイトでしょ、うん、再創造なんですよ、うん、新しく作り変える、うん、何をって言ったら今あるものをより楽しくより面白く、だから授業も学校行事も生徒会活動もより面白くより楽しくっていうのを追求してきたんですよね。レクリエーションって勝手になんか楽しくワイワイするようなイメージだったんですけど、うんうん、スペルを分解すると本当にいろんな方向に変えていけるんですね。そうそうそう、うん、そんなメッセージがあったの知らなかったです。なんかレクリエーションっていうとなんか学校にいた時なんか楽しい遊び、はい、フルーツバスケットやったりとか、そうですね、キャンプファイヤーみたいなイメージ、そうそうそう、はい、それももちろんレクリエーションの一つなんだけど、うん、もっとねその一人一人が生き生きと生きていくためのいろんな素材を用意してるんですね。へー、うん、クリエイタークロスにぴったり、そうそう、しかもファンラビングピープル思ってたんですよね。それでやっぱりこう当時体育祭の練習とか言うともう体育の先生がガーって怒鳴って、はい、でちょっとやれみたいな感じ、はい、で1時間講習の練習したりとか、っていうのよくありましたね、うん、はい、よくありました、うん、でそれやめようって言って、うん、自分たちでやろうって行って体育祭実行委員会持たせてもらった時に全部学年練習から子どもたちが自分たちでやれるようなにしたんですよ。でその体育祭実行委員会 の、 スローガンが体育祭当日先生たちは職員室でお茶でも飲んでてくださいっていうの、いいですね、中学校ですよねでいつもほら校長とかさ PTA 会長が座ってる席に体育祭実行委員会の総部の子たちが陣取ってで全部の係 のところに体育祭実行委員がいるんですよ、はいはい、でその子たちをバッと集めると全部の係が今どんな進行してるかが分かるわけ、うん、でそんな感じで子どもたちが作る体育祭みたいなのを作っていく、うん、面白いでしょ。面白いですね。完全にリクリエイトしてますよね、うん、体育祭って。じゃあ、うん、もう自分たちの中学校生活は自分たちで作っていくっていうのが、うん、もうスローガンになったんで。それは北見さんが当時おいくつぐらいの時だったんですか。勤続何年目ぐらい。それその体育祭実行委員やったのは2校目だったんで、はい、30前半ですね。いろいろ面白かったですよ。一番印象に残ってるのは4月の最初の日、新しいクラスが発表になるじゃないですか、はい、でそれ発表もらった紙もらってみんな体育館に並ぶでしょ、うん、でその時にやっぱし体育の先生が、うん、ほらーって静かにさせて並ばせるっていう、うん、これねすごい大変な仕事なんですよ。つきますね、みんな新しいクラスになってわーってなってるじゃない、うん、でそれをやめようって、で自分たちでちゃんと並べるところを見せようって言って、うん、みんなでいろんなアイデア出し合って、それで前のクラスの3年1組のクラスは2年1組の時の学級委員がプラカード持って、うん、プラカードも用意して、うん、はい、それで自分の新しいクラス並べたら座らせて自分のクラスに新しいクラスに行くみたいな、そういうのしたのね。そしたらもう先生たちにものすごい反対された。そんなのできるわけないって。あ、できるわけないから入ったんですね、うん、で体育のさすごい怖い先生とさ、うん、職員会議で戦って、うん、でも絶対子どもたちできるからって言って、うん、で、ね、子どもたちにはもう絶対頑張れって言って、うん、それで、ね、うん、先生たちが体育館パッて行ったらもう全部ピシッとす、整列してもうできてるっていう状態になってる、うんうん、だから最初から怒られてスタートするんじゃなくて褒められてスタートするってうん、うん、いうそんな感じになってたんだよね。うん、
北見先生の学校が良かったですね。いや本当に。ちなみにケンちゃんの学校どんな感じだったんですか。そういうのあんま聞かない方がいいんじゃない。いやなんかあんまりこういう場ではね言えないような。でも本当素晴らしいってことですね。素晴らしいですよ、ね、行きたいぐらい。逆ですよね完全にね。オラーって言われて、その北見先生が教育を変えてやろう変えたいって思ったのは、はい、どんなところがダメでどうしたいって思ったんですか。あそれはね、やっぱりあの今もちょっと言ったけど自分たちの中学校生活は自分たちで作っていくっていうことからね、あの勉強もこう与えられた学びじゃなくて やんなきゃいけない仕方なくやってる勉強じゃなくて、自分からこれやりたいって思ってやっていく、僕意思ある学びって言ってるんですけど、まあ与えられた学びから意思ある学びへっていうのをずっと思ってて、とにかくそのためには子どもたちの主体性創造性を発揮させる。でその楽しい面白いのはもうみんな主体的に関わるじゃないですか。間違いない。でいろんなアイデア出してもっと面白くしようって思うし、そしてそれがこうなんか自分の成長にもつながってるなって、それ自己発展的って言ってるんだけどね。であの周りから拍手が送られる、これ社会的承認って、でしたら拍手を送られるとまた嬉しいからもっと主体的になるでしょ、でそれをねぐるぐる回していくっていうのを素敵循環って呼んでて、学校のあらゆるところにその素敵循環を作っていこうと、でそれ個人もそうだし、学年とかクラスもそうだし、学校全体もその素敵循環、先生自身もそうだよねって言って、あのその輪を広げていこうっていうのを学校レクレーション運動って言って、全国学校レクネットワークっていうのも作って、初代の代表だったんですよ。で それで全国大会を28回やったりして、8回、でもなかなか結構大変だったんじゃないですか。難しいんじゃないですか。結構こう言うのは簡単だけど、それをやってもらうっていうのはね、実質的に先生も生徒も動いてくれっていうのは一番苦手じゃないですか、日本の学校って、ね、それやりましょうって言ったってなかなか分かってもらえなかったんじゃないですか最初は。最初はね、最初はそうやってすごい戦ったんだけど、その、 あの始業式の日にピシッて並んでるっていうのはね、やっぱすごい大きなあのインパクトがあったんですね。そうそうそう、あ子供たちできるじゃんっていうのが先生たちに伝わったんですよね。でそっから大きく変わった感じしますね。あもっと子どもたちにやらせてみようって、あのその時ノーチャイムデーとかいうのもやって、あのその当時ねチャイムが鳴ったら先生が職員室を出ていく、そうですね、そうすると廊下にいっぱい溜まってる子たちを、はい教室入れって言って教室入れて、それから授業が始まるっていう感じだから、もう授業、まあ、5分とか10分とか遅れて始まる感じだったんですよ。でね、あの生徒会長のことを話してる時に、あのノーチャイムってどうって話になってチャイムなくしたらダメでしょって、もっとダメになるでしょって言って、もうそれけんけんごうごうさ、生徒同士もそうだったし、先生は もっとね、そんなのできるわけないじゃんって言ってたんだけど、子どもたちと一緒に PR ビデオみたいの作って、で今こういう状態良くないよねって、であのチャイムなくしたらみんなどうなるって、もっとひどくなるか、あのでもちょっと時間意識するようになるか、やってみないって言って、それでねやったんですよ。でもう前の日、学校中の時計を全部秒単位で合わせて、それでじゃあいよいよネットで、ノーチャイムデーですって言ったら、もうねもう先生たちは時間前に教室に行く、子どもたちも廊下にたむろしてないで、もう教室に入ってるっていうね状態で、ですげーってなったわけ。であの終わる時にね、先生調子に乗って喋ってるじゃん、そしたらさ子どもたちはみんな時計をこうやって見るわけ、ついてますで空気感で、やべ終わんなきゃってなって終わるっていうね、それ1回目すごい大成功して、であの毎月1回、そのカンフル剤のように持ち上げるようになったりとかね。その取り組みっていうのはもう校長されていた時だったんですか。まだあそうなんですね、あのその30代ぐらいの、その頃あの持った学年1年の時、遠足で子どもたちが作ったテーマソングがあって、2年
生の時自然教室のテーマソングがあって、うんうん、3年生で修学旅行のテーマソングがあって、で京都から奈良に行く近鉄の電車の車掌室をハイジャックして、うん、車掌室から、うん、あ皆さんこんにちはって、うん、いよいよ修学旅行始まりましたねってアナウンスが入って、はい、そのテーマソングをみんなで歌うみたいな、すごいですね。そんなこともやりましたね。学校じゃないみたいですね、聞けば聞くほど。いやでもやっぱりそういうあの新しい取り組みをされると、いやそれはダメなんじゃないかと、まあ、ちょっとさっきの質問かぶっちゃいますけどね、一番反対された方ってやっぱ誰だったんですかね。反対した人、うん、反対した人もたくさんいたけど、うん、慣れてくると、うん、生徒指導の問題とかもうほとんどなくなってきて、うん、結果が出ちゃうんですね、うん、途中で生徒指導の担当の先生から、うん、いや助かるよ、北見さんそのリーダーの子たち育ててくれるから、うん、生徒指導の問題がすごい減って、すごい助かるよってよく言われてました。じゃあ北見さんがまあ、もちろん学校なんで他の学校にも行かれるじゃないですか、はいはいはい、何箇所か、はい、やっぱりその学校行く学校行く学校でそのような変化 であるとかリクリエーションをそうだ、ね、やられていったんですね。でもね学校によってそれぞれで、ああやっぱり、うん、そうですか。 2校目そんな感じじゃ、うん、3校目はねすごい大変だった。大変でしたか。まあ、7年間いたけど、うん、ちょっと僕はね、うん、敗北感が、ね、なんか逆にちょっとそれもお伺いした したくなっちゃうな。尺大丈夫かな。それね、うん、今でこそね言えるようになったけど、ずっと、うん、あ言えなかったことがあって、あ、そうなんですね。うん、やっぱりすごい荒れた学校だったんですよ。で例えば僕が新年、うん、始業式の後学活で話してたら、うん、廊下が扉ガーンって開ける子がいて、うん、たちがいて、うん、でおいなんとかとなんとかとなんとかともう年でも持ってこいよみたいな。そんな何持ってこい。 お年玉っていうようなことがあって、うん、でたまたま授業上がってたら殴られてる生徒がいて、僕が間に入って止めたんですよ。だけどその勢いで僕も殴られて、でその、うん、まあそういうことがあって、その被害届出す出さないとかさ、これ一応学校の方針としては被害届出しましょうって言ってる、出すのは個人だから。で生徒側からしたらさ、先生が生徒を警察に訴ったみたいな感じになるでしょ。でそすごい悩んだんですよ、うん、だけどやっぱり学校ね正常化していくっていうのすごい大事だなと思って、うん、自分は被害届出した、うん、で出してすぐ学年主任の先生にお願いして、うん、学年集会開いてもらって、うん、でなぜ自分がここ被害届を出したのかっていうことを子どもたちに語ったんだよね、うん、で子どもたちもシーンとして話聞いてくれて、うんうん、でそれ伝わったと思うんだけど、うん、でも結果的にその子、まあ、他のこともいろいろあって、うん、少年院とか入っちゃったのね。で、うん、少年院で卒業式迎えたのも一緒に行ったんだけど、うん、なんか自分の中にはもう本当に、うん、今こうやって話せるけど、うん、やっぱりその話せない、うん、ずっと時期が、うん、で自分がそのまあ、なんかな自分で本当に良かったのかなっていうことをずっと悩んでいた時期がありましたね、うん、まあ、そういういいことばっかじゃなくて、うん、そんなこともありました。うん、そうですね、伝わってくる、なんかすごく。うん、本当北見先生は新しいことをどんどんチャレンジして、やっぱりめげないっていうところが、うん、私自身も出会って間もないんですけど感じていて、やっぱり最初は反対されますよね、うん、それは面白いぐらい見ていて、でもちゃんと転がるんですよね、いい方に。あ、そうなんだ。それがやっぱり的にもそういう場面を見てこられたと。やっぱこれまでの人生をお聞きしていく中でも、うん、やっぱりそういう分岐点分岐点全部反対されてきて、全部そうですよね。確かに。なのでそれでも変えていくエネルギー、うん、やっぱそこが北見先生の魅力だなと、うん、それって一体何なんですかね。その反対がこうみんな最初は反対するけどいずれは分かってもらえるっていうのはなんかコツがあるんですか。
北見流説得の仕方みたいな。ちょっとそれについてはまた後半で聞いてみますかね。考える時間をちょっと、はい、それでは2曲目参ります。ザ・マルチーズでヒロイン。ということで早速先ほどの続きいきましょうか、はい、そうですね、反対され続ける男北見としのりさんでもなんかいつの間にか実現しているという。そうなんですよ、うん、それはねきっとねみんなが周りが諦めるんですねしょうがねえなってもうやらせてやるかみたいな感じになるんじゃないかな。で最初のうちはやっぱりあの子供たちが変わっていくところを見て、うん、こういうやり方いいじゃんって思って賛同してくれる人が増えてったのかなって思いますね、うんうん、で僕ちょっとだけ気づいちゃったんですけど、はい、やっぱり初対面の人ってなかなかこうね人を探り合うというか、うん、まあ得てして、まあ、なんだろう疑うような人もいるじゃないですか、うん、はい、僕北見先生最初から本当にもうご自身のことフルオープンだっていうのがやっぱり動物的に分かるんですよねこの部分が僕やっぱり共感を呼ぶところなんじゃないかなって僕は答え出してもしょうがないですけどね本音でね、本音で向かうからそうなんでしょうね、分かってもらえるんでしょう。本当北見さんは、はい、でもね、自分の周りにその仲間がいたっていうのはすごく大事だと。横浜市学校力セミナーの仲間たちが常にいてくれたんで、やっぱりね荒れてる学校でもうくじけそうになる時あるんですよね。でね先輩の先生がね、焼き民さんって
こだわりを捨てればいいんだよって言ったの。でそれはね俺にとってはもうね麻薬のような言葉だったの。そうか、俺がこだわってるからいけないんだ、こだわるのやめたら、もうその場に流されて生きてりゃ、何にもこんな辛いことないんだって思って、その言葉にねガーって引き寄せられた時があったんですよね。でもその時にあの仲間たちの顔がバーって浮かんで、でいやこのこだわりこそが大事なんだって、これこだわり続けなきゃダメだってっていうのを、その横浜市学校レクセミナーの仲間たちの顔が浮かんできて、でとどまったって感じだね。その仲間たちとやっぱり志が共有できていたっていうことだね。あ、そうだね、今そういうことだよね。そうそう、楽しく生き生きとした学校づくりをしていくために先生自身が変わっていこうって、でその楽しい面白いっていうことをもっとどんどんあの学校教育の前面に掲げていこうっていう、そういう志を持って学校づくりにみんな励んでて、その実践交換とかだね、してたから。もう前半の部分のエピソードもすでになんか志教育を導入されてるかのようなエピソードだったんですけど、再現されてらっしゃった感じが。実際志教育プロジェクトに、プロジェクトとしてやっていって、やっぱ子どもたちの変化とか、職員さんって言わないですね、学校の先生の変化とかやっぱりあったんですか？そうですね、あの僕が本格的に志教育始めたのは校長になってからで、校長もわずか3年しかやってないんですよ。でその間にその全校生徒を対象に570人ぐらいいたのかな、でそう やってて、で1あの2年目ぐらいになった時にあの先生たちがこれいいっすねって言い始めて、で3年目になったら校長そろそろ退職だから、定年退職しちゃうから自分たちがやらなきゃいけないんじゃないのっていう話になって、その夏休みに研修会とかを開いて、で自分たちでその志教育ができるようになろうと。で志教育って、あ、まあ、志って自分のその、 あの良さ得意なところを生かして、世のため人のため未来のために、あの自分がこれをやろうって決意したことが志なんでね。でそれを持つことによって、あの明確な目標ができる、何のために学ぶのか、何のために勉強しているのかって、でそれを持ってるか持ってないかってすごく違って、さっきの与えられた学びから意思ある学びへの意思は志だから、で自分はここの志を達成するために勉強していこうってなってくるので、もう全然変わってくるんですよね、その取り組み方がね。だからそこを目指しているんですよね。でその中学時代の志は、あの徐々に変わっていってもいいよ、あのもっとすごい人に出会って、って価値観がもう壊されて、また再構築していくみたいな時ってあるじゃないですか。でそれはそれでいい。それで中学の時にその志を立てるっていう経験をしとくっていうことがすごく、あの人生の中で生きていくっていう、仮説がですね、まだね、あの始めた頃の子たちが今大学3年生なんですよ。でそういう子たちがどんな人生を歩んでいくかっていうのがすごい楽しみ。羨ましいですね、中学生からそういうことを考える機会があるっていうのは、すごい貴重ですよね。僕もやっぱりそういう時にそういう経験ができたら人生変わってたんじゃないかなって今やっぱり振り返ると思いますもんね。あの早く一日も早く全国の子どもたちにこの志教育を提供していきたいって思ってるんですよね。今僕たちその志教育プロジェクトでは2030年、あと10年後までに、あの100万人の子どもたちに提供していこうと、そのためには1万人の先生たちに志教育の入門講座を受けてもらって、あこういうことかっていうのを知ってもらって、あの学習指導要領に標準装備したい。あすごい素晴らしいですね。でそれができたらもうあの教育がすごい変わっていくと思う。子どもたちが自分たちで勉強し始める、っていうのを目指してるんですよね。でもうあの教育の世界も一斉授業型がもうあのダメじゃん。あそうなんですね。ダメじゃん。あの高校生がみんな言ってるからね、この日本の教育このままじゃダメだって、高校生が、であのもうほら例えば AI が
教材ができてて、もう算数とか数学ではね、今まで10時間かけて教えてたことを AI 教材使ったら3時間でマスターするっていう、あのエビデンスが出てるんですよね。で、あのこの問題解けなかったらなんでって、あのこの問題はこの問題はって言って、あ、ここで引っかかってたんだって、じゃあこうやったらできるでしょみたいな。便利ですね。一人一人に AI 教材があった、うん、あの問題を出してくれる。なのでいい、ね、うん、めちゃめちゃ効率よくできるんですって、で数学がすごく分かりやすいらしいんだけど、だったらね、それでやった方がいいじゃない、でその授業も、ね、もうすごい上手な先生が、理科の先生だったらこの先生って言って、その先生の授業をみんなビデオで見た方がいいんじゃないですか。本当ですね。そうですよね。もう本当そういう時代ですね。学校何のためにあるのって言ったら、やっぱお互いに学び合うためにあると思う。で基本的な勉強はそこでして、でそれぞれの社会の課題を解決するために何ができるかっていうことを実際にみんながやって、その地域の問題とか世界の問題に取り組んで変えていくっていうことを、あの実際に体験していく、そういう学校にしていきたいなと。素晴らしいな。まあ、それプロジェクト学習っていうんですけどね、あのそういう、あの学びの場にしていくっていうことが絶対必要だと思って、志教育っていう感じも、志教える育むじゃ、上から教えるじゃなくて共に育むなんだよね。それね、あのこれ今日テキスト、はい、こういうのもあの もう作ったんですけども、あの志教育をやった学校の、あの、あ、上ですね、はいはい、あ、見えてます、見えてます。ビフォーアフターでこんなに、あの違いが出てくるよっていうのを。どんな違いですか。例えば、人生を生きていく上での志、目的は明確ですかっていう言葉に対して、ビフォーの時にね、まあ、すごく明確っていうのと、あのまあまあ明確っていうのを合わせて、27% ぐらいだったのが、17% だったのが 58% に増える。めちゃくちゃ増えてますね。すごいですね。自己肯定感も 23% だったのが 58% に増える。これすごいですね、本当に。だから自己有用感、世の中のために役立つことができるっていうのが 16% が 49% に。っていう、これはね、この志教育のテクノロジーの凄さなんですよね。これ誰がやっても同じような結果ができる、出てくると。仕組み化されてるんだ、でその、 あのやり方が全部ここに書いてあるんですよね。これぜひね、全国の先生たちにやってほしいって思ってるんです。私も受けたいぐらいです。ぜひぜひ受けてください、はい、ですよね、これ志の種を見つけて。この間もあの横浜の、あの篠原中学っていうところで5時間時間くれて、で、あの行ったんですよ。最初はね、職員研修があって、それで子どもたち5時間、志教育の、1時間、2時間、3時間目で志を明確にして、で残りの2回で発表会をやったんですよ。でもうね、それ素晴らしかったです。もうなんか、あのなんか魂が震えるっていう感じ、本当震えます。プレゼン大会も震えましたけど、年下でも、なんか年じゃないんですよね、志でつながると本当尊敬にすぐ変わって応援するよみたいになって、あの10歳から22歳までが、あの出れるんだよね。でもみんな素晴らしいです。10歳のね、あの子が、まあ、ぜひ今度ここに呼んであげてほしいんだけど、あのもうかん、あの環境問題に、でもね、この間ね、ひなこちゃんとか、あ、そうだね、はい、ひなこちゃんとか、来ましたけど、すごい、ブライアン、しっかりしてる子ばっかりでね、びっくりした。でなんかその志のこうあれがアップするっていうのは、なんか具体的には何、どんなことをやるんですか。まあ一つの例でもいいんですけど、中学生が授業の中で、はい、あの2時間で志作っていくんですね、で1時間目はあの4つの窓っていうワークを使って自分の本質的な素晴らしさ、短所とか長所とかあるけど、それ裏表だから、
むしろ短所と思ってるところに、うん、その人の本質的な素晴らしさがあるかもしれないよっていうことで、うん、あのペアワークしながら、うん、あのそういやさレイカちゃんってこうだよねっていうのをお互いにこう、うん、やり合うんですよね、うん、そうするとレイカちゃんもやったんだそういうの自分が短所だと思ってたことが、うん、って見方変えるとそんないいとこでもあるんだ確かにみたいな、うん、私もそういう経験あります。でこうなんか自己肯定感が上がっていくって感じなんだよね。でそれをあの持って今度はあの志の一文を作るところになるんですけど、うん、まず動詞を大切にしているので、うん、志動詞っていうのを、うん、あの表の中から自分が一番ぴったりって思うのを選ぶんですね、うん、例えば自分だったら巻き込むって、うん、人生の中で巻き込むっていうことでもう常にやってきたなって、うん、もう今日すでに巻き込まれてますよ、うん、僕は、はい、で、うん、その巻き込むって誰よって言ったら、うん、子供たちいや先生たちもいやもっと日本中の人々をとかなって、うん、でどうやってって言ったらあの志教育の渦に巻き込むみたいな、うん、であの何のためにって言ったらあの地球を救う若者を育てるためにな、うん、って一応その、 あの種ができるんですよね、うん、一文が。でそれをまたペアワークしながら、うん、いや俺自分の私の志はこうこうこうですって言って、うん、そのフィードバック受けるんですよ、うん、志返しって言ってるんだけど、うん、そのフィードバック受けると、うん、いやそこは違うんだけどとか、うん、あそれそれみたいな、うん、で再確認みたいな、どん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 ね、うん、シェイプアップして腹落ちする文章にしていくっていう感じですね、うん、じゃああの対話というかワークショップ形式でこう進めていくわけですね。本当もう今日のお話はレクリエーション、うん、その言葉につきますね。現代ですよね、うん、リクリエイト、ね、志に関してもリクリエイトで、ああじゃあそんな北見さん、ね、そうですね、はい、北見さんが目指す、まあ、社会とか、まあ、北見さんの志もせっかくなので、あいいですね、それ聞けるんだ、いい言葉なんです、贅沢、うん、いいですか。私の志は母なる地球を守るために志教育の渦に世界中を巻き込み良い世の中を作る人々を育てつなぐことです。いや北見さんが言うともう言葉にエネルギーが乗ってうるっときちゃいます。ですね、まっすぐですね。そうなんです、まっすぐな男だから、うん、最初反対されるんだけど、うん、コロッと、コロッと結局みんな巻き込まれてるっていう。リエちゃんリアルにうるっときてるからすごい。やっぱり正面だ、エネルギーすごいですよ、もう正面だと、はい、まあ、エネルギーすごいですね、うん、はい、僕もすごい伝わってくる本当に。だから北見さんとお会いすると、うん、なんだろう、もう一回自分の志を見つめ直す機会になったりだとか、より自分の志をさっきどんどん強化していくっておっしゃってましたけど、うん、そういうきっかけをくださる、それぐらいまっすぐな男、ね、男とか言ってすみません、年上なんで男すごい、なんか僕の冒頭のゴルフの話ちょっと撤回したいですね。なんであんな話しちゃったんだろう、うん、ぜひぜひね、あの大人の方はやっぱね、あの子供と違ってすごい人生経験をやってるから、うん、蓋してる部分もすごいたくさんあるんですよ。もうなかったことにする。例えば僕だったら小学校4年生の時にすごいいじめられた経験があるんですよ。でそれには蓋をしてるんですよね。でも、もうあの何かのきっかけであのそれが蘇ってきてブレーキをかけることがある。でそういうのね、一回ねこう蓋を外して開けちゃう、全部出しちゃう。で出してその過去は変えられないってよく言うじゃないですか、うん、でもね出来事は変わらなくてもそれに対する解釈はいくらでも変えられるから、なるほど、なのであの自分は最悪って思ってたことも、うん、あの大喜利思考って言ってるんだけど、うん、あのもうよく変えちゃう、うん、あのまあ、あのほら大喜利ってひねりを聞かせて答えるじゃない、はい、つまり自分の人生で起きた最悪なことって思ってるのを、うん、一応みんなの前で言ってみる、うん、でそうするとみんながえそれってそんな大変なことじゃなくてこういうことなんじゃないのって、こういうふうにも考えられないって、うん、そこに、ね、隙間が入るでね、自分の解釈と出来事と解釈で、うん、もうあたかも事実かのように思ってたことが、うん、実はちょっと見方を変えると違ってたかもしれない、はあ、ってなるとね、その過去もね、うん、あのあれがあったからこそ今の自分があるっていうふうに
あのなってくるんですよね。ぜひじゃあ年明け1回目の放送はちょっと志し見つめ直してみましょうか。見つめ直しましょう。この年末年始のお休み、ね、はい、自分の志を愛見つめ直します。もう今年の放送最後です。はい、ね、はい、お疲れ様でした。みんな来年度の抱負として志を立てましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、来月は1月25日です